行くぞ。試合開始ありがとうございます。あの今日だけあのツバメ女子です。はい、今日だけ。今も別にどこまでもないからツバメなのかな。あ、じゃあツバメ女子で。グッズいっぱい買ってあげたい。すごい。ちなみに今日のタオルはあのちゃんとね緑のスワローズカラーです。スワローズカラーです。はい。じゃあよろしくお願いします。ちょっとカメラ失礼します。本当にそれでちょっとこの辺帰ろうかなって通りがかって買い物を思い出したから、はい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 、それで来たの。あ、本当に。じゃあ偶然だね。すごい偶然。本当に。お、でしかもなんか、うん、相変わらずの、やっぱり、うん、ここここすごいね。硬いらしいですわ、うん、本当に詰まってるね。痛い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 。大丈夫か。大丈夫。そうね、撮影会来てなくてごめんなさいね。あ、全然、うん、それは全然なんか見て、いつも見てくれてて、うん、それだけでも嬉しい。うわ、すごいな。で、あれからなんか変わったことっていうか、うん、なんかこう良くなったこととかってありました。良くなったこと、うん、なんか VR 撮影が決まって、結構なんかまあ割と最初大きな仕事だったから、まあ、嬉しかったのと、あとはまあ以前に比べて、まあ、メンタルコントロールはできるようになったような気はするので。おお、なるほど。そう、なんか結構前まではすごい人と比べて一喜一憂してたけど、はい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 、やっぱりこの業界で頑張るならやっぱぶれない精神力が必要かなと思って、まだまだいろいろぶれることもあるけど、はい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 、楽しくやってればいいかなって。まあね、そこはね大事よね。大事。確かに。でも肩の硬さは相変わらず変わっていない。硬い。まあまあ疲れるよね。ちょっと回します。はい、硬いな。横に向いて寝るのがダメなのかな。うん、それもあるかもしれないけど、背になってるから、うん、背になってるね。あ、やっぱすごい、あ、なった今起きて、なった、なった。お、すごい肩甲骨やばい。起きてるかもしれない。そうかも。すごい前出てる。ライブのコメント拾えなくてごめん。あ、全然、うん、全然すいません、ちょっと流してます。見れなくてごめんなさい。流してもらってる。ごめんなさい。あ、すごい。あ、硬いんだ。あの、しおちゃんめちゃめちゃ硬いです。はい。めちゃ凝ってる。スーパーメコーズだね、ここね、右肩は。肩入り込んでる。よろしくお願いします。なんかすごい快適。快適。めっちゃいい。あ、よかったらね、なんだっけ、撮影会とか、なんか告知をこっち側にするといいよ。分かった。みんなちょっと試合見てるんだろうけど、こっちは見てるはずだから。こっちも見てくれてる。こっちは見てくれてるから。そっか、どうしようかな。撮影会、7月6日の土曜日、フレッシュ撮影会で、個人撮影会あるけど、あと2枠空いているので、よかったら、さくらしおりで検索してもらったら、告知に書いてあるので、見てください。よろしくお願いします。グラビアアイドル、さくらしおりです。Twitter、Instagram ね、ぜひぜひ。ぜひぜひ。ぜひぜひ。ID は、スイートしおり。確かに確かに。甘いしおりです。すごい。
なんだこの。めっちゃ高い。うん。高いなー。このビー玉みたいなのがいるけど。ビー玉？うん。ほらほら、これ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 。すごい硬い。見物人がすごい見てるね。なんかコメント一瞬しか反映しない。あ、そうそう、あの、そうなのね、あの、あ、ごめんね。残らないんだ。これあの、ここを突破されてくる。あ、アティケティケに待ってた。あー見えるようにあえてあれか、消えるようになって。やっぱアイドルさん、その人もマッサージ羨ましい。何時まで渋谷にいるの？あ、適当です。はい、適当。床車はガチャン行ったけど大丈夫かな？大丈夫です。ほっぺた柔らかそうですね。あ、柔らかいと思います。あ、貫通されないように応援しないと。そうそうそう。ね、ちょっと変わってもらっていいですか？って言うよさ、応援頑張ってください。三者凡退。そういうことか。そう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 。本当に中継って感じだね。そうそう、あのこっちのアプリでこうやってあの試合が進行してるのね。これをこう置いておくと今同情されかっていうのがどっちも見れるからね。そうそうそう、アートだから美容室の匂い。美容室の匂い。サラサラ。わあ気持ちいい。ああよかった、そう。前ねだからほらここほら、ね、終わった後も、まあ、気にはなってたので、ね、大丈夫かなって。大あなんかね肩はね。自覚がないんだよな、固まってる。ああ、まあ、肩とあとトータル的なあのトータル的な、そうそうそう、いろんなこと、あのメンタル的な部分とか。メンタルは、まあ、なんとか自分で持ち直してる感じです、うん、そう、やっぱりなんかいろいろあるけど、ぶれない心を作るの大事だな、うん、そうだね、軸があればね、軸が大事です。はい、ちょっとこっち面白い。哲也さんのマッサージ物足りますか、変わりましょうかって面白い。面白い。いやもう結構ガチガチ。いやー痛い。大丈夫。あ、大丈夫。多分痛いぐらいやらないと。やらないとやばい。左がね。はい、だ。お顔が険しい。険しいね。やっぱそれだけね、やっぱ硬いんだよね。そう。でも確かに痛いぐらいやらないと触れない気がする。うん、習慣化。やっぱこっちの方がほら左の方が面積広いもんね。そうか。今カウントが2ボール1アウト。2ボール1アウト。今1回裏か。そうそう、まだ始まったばっかり。始まったばっかりだ。始まったばっかり。わあ。あ、めっちゃ気持ちいい。ああ、よかった。血行が良くなってる気がする。本当。みんな羨ましそうに見てる。うん、いいだろう。羨ましいだろう。まあ、いろんな感情が込められてる。いろんな感情。なんだろうこれっていう感情と。そういう感情と。羨ましいっていう感情と。羨ましいだろう。あ、かわいいっていう感情。やったー、かわいい。なんだあのメガネ。なんだこれ。面白い。いいところだけ拾うわ。そうそう、いいところだけ拾う。そうそう、いいところとお金は拾う。いいところとお金は拾う。ねえ節屋さん、はい、コアミ神社って知ってる？コアミ神社、なんか日本橋かどっかにあるらしいんだけど。ああ、うん、うん、なんかね、うん、あるある。そこでね、なんかね、お札とかお金を洗うとね、そのお金
んと信じて入れた方がいいよ。あ、実験はダメだな。そう、実験ダメよ。そうだな。信じないと。信じる。前、スピリチュアルの先生にね、教えてもらった。お金持ちに、お金の周り、巡りを良くしたいなら、お金を洗う。帰って洗おう。洗おう。小網神社で洗おう。確かに近所にあった気がする。あ、そうなんだ。そう、中央区はね、神社いっぱいあるのよ。そうなんだ。日本橋が。なんか自分の家のエリアとか、その近く活動するエリアの神社に行くのがいいんだって。へい。あと自分と相性もいい。あ、なるほどね。神様のね、相性がいいよね。私はよくね、六本木にある出雲大社の東京分祠ってとこに行く。あそこは出雲大社って島根まで通して行けないから。でも六本木の分祠でも全然効果があって、ご縁をつないでくれる出張所よね。そう、出張所、いろいろなご縁をつないでくれる、いや仕事のご縁だもんね。そう、仕事のご縁。はい、次行きましょう。はい、渋谷スクランブル。やばい。よろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっと小網神社、あの先にちょっと行って、後で神を送ります。あの、そもそも冷めてるのかなというか、あと言いぐらい大丈夫です。あ、でもなんか神様ちょっと失礼しますとかってなんか言ったら大丈夫なんじゃないかな。そうだね、あとね、あの、お賽銭入れればね、大丈夫。そうそう、お賽銭入れれば。お賽銭入れるのは五円玉が一番よくて、その次に500円玉、その次に50円玉がいい。で、10円玉はね、なんかね、良くないんだって。そう、あの、十って等って読むじゃん。10円、等円、円が遠くなる。そういうこと。だから10円玉より5円玉か500円玉か50円。あと金額も関係ないらしい。でも、あの、そこの神主さんが多いほど喜ぶよね、やっぱりね。まあ、確かに。これで補修ができる。確かに。だから今度神社行くときは、五円玉をね、あらかじめ用意しておくといいな。これを洗っとくと、さらにいい。洗う、そうそう。で、小網神社でまた洗う。自分の手も。私、まだ行ってないな。どうなんだろうね。高さが確かに合ってない気もしないでもないけど、自分に合った枕がわからない。すごい、めっちゃ効いてる。これ、うん、これ右の声が、あ、すごい意外と見えない。これか、週末が多いんだよ。私結構週末が多いし、人はでもいっぱい。あ、すごい、めっちゃ効いてる。あ、よかった。スリーアウトチェンジ。いきなり野球に戻る。スリーアウト。次はヤクルト攻撃側。ごめんなさい。せっかく綺麗にまとめてる。はい、いえいえ。ちょっと成り行きできたから全然。動きのサイズがタオルが滑る。このタオルと、あ、すごい気持ちいい。ここが一番凝ってるのね、やっぱね。うん、
首の後ろのこの肩のライン。首の後ろ。猫背治りたいよ。猫背ね。猫背治りたい。最近ちょっとこの辺綺麗になった。なんか前ゴミさ、お掃除してたよね、つやさん。そう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 、すごいよね。これね、あれなのよ、まだね、ほら週末じゃないし、平日のほら昼間だから綺麗。これね、週末だともうひどいことなの。そうなんだ。あ、電波が悪いの。電波が悪い。新しいな。そんなことがありません。今国の統計を見ても皆さんの給料は平均的に下がっています。つまり平均的にみんな貧しくなっているんです。それって皆さんが真面目に働いてないからですか？違うと思うんです。皆さんは月曜から金曜まで、アメリカ人になっていけはいけない。
です。